はい、皆さんこんにちは。今日は新しい建機店にやってきました。建機とは建設機械を略した言葉です。最先端技術を搭載したクレーンやブルドーザーが披露されます。大迫力の実機展示を見て触って体験します。どんな会社ができるの？クレーン動いてますね。重機はどことなく昆虫に似ています。じゃあ乗っていいですかね。うわすごい、あーすごいモニターがカクセルと何2つあるんですね。これが走行になります。これはブレーキですか？いや、ね、これまあこれで同じ連動してるんで、はいはい、今後ちょっと走行しちゃうんで、まあ、なるほど、はい、これ右だけ左だけ。そうですね、右左っていう形ですね。これブレーキで、これは予備の、はいはい、動かしやすい、そうですね、操作のペダルになる。アクセルではないです。ここもあの足置きになってます、はい、あそうそう、これがアクセルですね。あとは操作レバー、おおすごい操作ですね。あジョイスティックレバーすごい、ここが動いています。360度カメラかな。クレーンバージョンいただきました。あ、ミニクレーンがあります。ちっちゃいね。これだけじゃん。運転できそうやろ。片っぽずつ動かせねんねん。こっちやったらこっちのキャタピラだけ動くねん。キャタピラの操作は右レバー前後で右キャタピラが前後に移動します。左レバー前後で左キャタピラが前後に移動します。気に入った。ホースもカバーが布製になってるんですね。庭にあるようなライトがついてます。これはめっちゃ明るいですか？これはですね、あのライトじゃないですか？レイドコントロールで地上に動く装置がありました。はい、これは、うん、下回りなるほど。測量するセンサーみたいですね。建機野外展示会としては西日本最大の規模だそうです。交換できんねん。でもオリ上のガラスよりこっちで超強化ガラスと思うです。上にもあれあれやろ、上から石が落ちてきても大丈夫ないな。いやラジオもあるね。ラジオ、あ、これカップホルダーじゃん。開けてみて。あ、クーラーやこれクーラーですね。クーラー、あ、ウサギや。ウサギのマークが早いのこれ、うん、カメないカメ低速高速を区別するカメウサギのマークは ISO 7000に登録された国際規格図記号です。乗り心地柔らかい、うん、もうありがとうございます。めちゃめちゃ蛇腹、電気で動くんですね。すごいやん。ブルドーザーです。ボルボの電気自動車。
すごいね。ボルボは世界一頑丈な車を作るスウェーデンの自動車メーカーです。世界で初めて3点式シートベルトを実用化したのもボルボです。あ、これで充電するみたいですね。エコソーラーハウス休憩所です。お邪魔します。めっちゃ涼しい。いい事務所やな。木の匂いするな。寒い。8畳ぐらいですかね。これでね、はい、3.7坪。こっちが軽トラバージョンで、プーちゃん入ってみて。ガチャッと。あ、後ろ閉め。あ、ちっちゃ。ねえ、頭ちょっと当たるぐらいやな。170センチぐらいかな、これ。プーちゃんやったら全然いいな。めっちゃクーラー効くで、これ。あ、クーラーのバッテリーもこれなんだ。これでいけるんですね。スタートどんなの？あ、普通やな。あ、見てあれ、くーちゃん、ロボット。ほら。めちゃめちゃでかいロンパ。あ、これやりたかったよ、パパ。おぉ、すごい。すごい振動です。これも時代はエンジン式から電動式に変わっていってるそうです。ラジコン操縦式草刈り機やつ。スパイダーかっこいい。車面はこちらが作るんですけど、いろんなライナーって持ってます。これめっちゃ目立つよな、工事してますって。これ工事現場でめっちゃ光輝いてるやつや。こんなふわふわになってんねんな。気持ちいいね。ポンプ車ですね、ポンプ車。あ、クレーンか。遮音壁って高速道路とかの音を外に漏らさないやつの裏側を見るための。あ、世界3台しかない。あ、世界に3台。あ、世界に3台や、ふーちゃん。ちょっとスライドするようになってますね。あそこから電源も取りに。はい、いいな。ちっちゃめのロードローラーです。あ、これは有線のバッテリー駆動式のミニショベルですね。ホースがでかい。クモクレーンです。オフィス会すごいね。快適に仕事できるね。空気清浄機か。あれベッドになるんやろな。でもどうやって上上がんねやろ。下もフルフラットになりますね。上も寝れて下も寝れるね。プロのカメレオン。ローストビーフ丼。キッチンカーも来ています。フードエリアも広いです。みたらし団子いただきます。ムックがいます。入るとこや。ゆうさん終わるわけないじゃないですか。今24分なんです。今日はそうなんですか。じゃあちょっと急がないといけませんね。そうなんです。ゆうも時間を計ってるんですけれども、はいはいはい、まあ、とはいえ時間いっぱいでゲストの皆さんと紹介したいなと思います。はい、ノッコです。お茶目にしてますからね、ぜひ来て。熱中症対策のためお茶のサービスもありました。クレーンのラジコンがありました。偶然なのかクレーンゲームと同じコントローラーでした。これで右にイベント用に作ってる。普通のラジコンですか。普通のラジコン10キロだけぐらい。あ、そうですか。
くるずっと長押ししてもらう。じゃああとはあもう上げてみよう。そうそう、左に向いてみよう。あいいね。じゃあそこでストップ。あ、そうだね。下にしてみようか。ここ下に。そうそうそう。そう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 。みたらし団子が美味しかったのでもう一本買います。無料なのに普段できない体験ができました。来年もまた来たいと思います。